タイコンデロガは、アメリカ海軍のミサイル巡洋艦。相称ティコ、タイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦のネームシップ。アメリカ海軍の同盟の艦としては5代目にあたる。母港は、ミシシッピ州パスカグーラであった。艦に洗礼を施すナンシー・レーガン1981年5月16日海軍は、スプルーアンス級駆逐艦の船体を流用して、最初のイージス巡洋艦を建造した。 建造契約は1978年9月22日にインガルス造船所に与えられた。タイコンデロガは当初ミサイル駆逐艦として発注されたが、飛行前の1980年1月にミサイル巡洋艦として再発注された。1980年1月21日に飛行したタイコンデロガは1981年4月25日に浸水した。 1981年5月16日の浸水式では、ファーストレディのナンシー・レーガンが、艦の命名と宣令を行った。1982年12月13日に海軍に引き渡され、1983年1月22日に収益した。タイコン・デロガは2004年8月3日に、最後の任務のカリブ海での麻薬取引監視を完了し、 9月30日に退役した。その後の処分は未定のままフィラデルフィアの不活性鑑定保管施設で保管されている。タイコンデロガは海軍によって博物館船として寄贈する計画が持ち上がったものの実現せず2020年10月近い将来に廃棄されることとなった旨の記事が公開された。ありがとうございます。